2008年日本シリーズ西ブ VS 巨人スコアボード2008年日本シリーズ西ブ VS 巨人表彰式2008年の日本シリーズは、2008年11月1日から11月9日に行われた、セントラルリーグクライマックスシリーズ勝者の、読売ジャイアンツと、パシフィックリーグクライマックスシリーズ勝者の埼玉西ブライオンズによる、 第59回プロ野球日本選手権シリーズ試合である。2年ぶりにリーグ優勝チーム同士が日本一の座を争うことになった。今回の対戦はパリーグレギュラーシーズンを首位に立ってから一度も陥落することなく優勝し、クライマックスシリーズも制した埼玉西ブライオンズと最大13ゲーム差を逆転して優勝し、クライマックスシリーズも制した。 読売ジャイアンツの対決となった。この2チームの対戦及び関東地方に本拠地を置くチーム同士の対戦は2002年以来6年ぶりである。指揮を取る西部、渡辺久信、巨人、原辰森両監督は現役時代3度日本シリーズで顔合わせしており、このシリーズで初めて監督として退治することになった。西部は、 シーズン優勝の原動力となったクレイグ・ブラゼル、ジージー・佐藤といった主力が日本シリーズを欠場、さらに第5戦で細川・トールがけがで離脱となり、先に大手をかけられたが、第6戦、第7戦で2連勝し、2004年以来となる4年ぶりの日本一を勝ち取った。西部が、 レギュラーシーズン1位から日本一を達成したのは1992年以来16年ぶりだった。西部の渡辺監督は、前任の伊藤務むと同様、史上8人目となる就任初年度の日本一を達成した。一方の巨人は、安倍晋之助が怪我で守備につけず、高橋義信が腰痛で、日本シリーズを欠場しながらも、第5戦で先に大手をかけたが、 本拠地東京ドームの試合では4戦中3敗を喫し6年ぶりの日本一には届かなかった。巨人が日本シリーズの対戦相手チームの監督の胴上げを東京ドームで許したのはドームが会場となった1988年以来このシリーズが初となった。このシリーズ勝者の西部は東京ドームで開催されるアジアシリーズ2008に 日本代表として出場する権利を得た。11月1日巨人1からにセーブ2市、枠井 S グラマン巨、上原青地、西村健正、枠井杯、上原 S、グラマン本塁打西後藤武一号ソロ、中島一号ソロ開始18時15分、有料入場者4万4757人。 時間2時間45分オーダー巨人が4回裏に、ラミレスのタイムリーにルイダで先制するが、セーブは、直後の5回表に、後藤武史の本ルイダで同点に追いつく。そして、6回表には、中島の本ルイダで勝ち越し、これが決勝点となり、セーブが先勝した。巨人は2000年の日本シリーズ第3戦から、続いていた、日本シリーズでの連勝が8でストップした。 また、上原は、日本シリーズ初黒星となった。11月2日巨人3から2セーブにし、ホアシオー沼市星の市オノデラ、岡本誠巨、高橋直西村健、落ちまさる、落ち灰、岡本誠本塁打西、中島2号に乱挙、ラミレス1号ソロ開始18時17分、有料入場者4万4814人。 時間3時間18分オーダー巨人は2回裏に、至球と至球で、虫一二塁と後期を得て、ギダと鶴岡の義比で無安打で先制。西武は4回表に、中島の2試合連続となる二ラン本塁打で、逆転した。巨人は6回裏に、亀井のタイムリー二塁打で同点に追いつき、9回裏に、ラミレスの岡本誠からの本塁打でサヨナラ勝ちした。 サヨナラ本塁打による決着は2003年の阪神対大英第4戦での金本智明以来で巨人の日本シリーズでのサヨナラ勝ちは1983年の対西部第5戦でのヘクタークルーズ以来25年ぶり9回目。西部が日本シリーズでサヨナラ負けを喫するのは1992年のヤクルト対西部戦の第6戦以来16年ぶり。 11月4日西部4から6巨人挙、内海 H 西村県 H オチエスクルーン西、石井はじめおの寺星野、谷中勝る、内海杯、石井 1S、クルーン本塁打挙、鈴木直一1号3ラン、ラミレス2号ソロ、小笠原1号ソロ西、中村1号3ラン開始18時18分、有料入場者24,495人、 時間3時間14分オーダー巨人は1回表に、石井はじめの冒頭で1点を先制した。2回表には走者を2人置いた場面で、鈴木直が3点本塁打を放ち3点追加。6回表には、ラミレスの本塁打でさらに1点加えた。西武は、内海の前になかなか点が取れなかったが、6回裏に、片岡、栗山、中島の連打で1点を返すと、 本シリーズ無安打だった、中村の3点本塁打で1点差に迫る。しかし巨人は8回表に、小笠原の本塁打でセーブを突き放し連勝。巨人が2勝1敗と勝ち越した。11月5日セーブ5から0巨人挙、グライシンガー山口東野豊谷西、岸勝、る、岸杯、グライシンガー本塁打西、中村2号2ラン3号2ラン開始18時18分。 有料入場者27,930人、時間2時間53分オーダーセーブは、1回裏に、栗山のタイムリー二塁打で先制し、4回裏には、中村の本塁打で2点追加、6回裏には、中村の2打席連続本塁打で2点追加した。騎手は、1981年の西本清以来2人目の、毎回脱三振。 2005年の渡辺俊介以来3年ぶり12人目の初登板初完封を達成した。11月6日西部3から7巨人挙、上原山口、西村健へ一と呼ば栄一ちおちくるンに西、枠井小野寺三井、谷中勝、西村健杯、枠井本類打挙、安倍一号ソロ西、平尾一号ソロ開始18時17分。 有料入場者28,763人、時間3時間31分オーダーセーブは1回裏に、連打で、虫マイン類のチャンスを作ると、石井よしの2類頃の間に、片岡が生還し1点を先制する。その直後の2回表に巨人が、安倍の本類打で同点に追いつくが、セーブは3回裏に、石井よしの敵地打で勝ち越した。巨人は、7回表に、 ラミレスから坂本までの5連打で4点を取り逆転に成功し9回表には谷の敵地だと鈴木直のスクイズで2点を追加西武は9回裏に平尾の本塁打で1点を返したのみで巨人は3勝2敗とし6年ぶりの日本一に王手をかけた11月8日巨人1から4西武にしホワシ、岸シ高橋直東の西村健久保 山口勝、る、騎士杯、高橋なお本塁打西、平尾2号ソロ開始18時15分、有料入場者4万4749人、時間3時間24分オーダーセーブは1回表に、平尾の満塁走者一層の敵時に塁打を打ち3点、先制。巨人は2回裏、亀井の敵時に塁打で1点を返し、4回裏にも、後期を作る。セーブはここで第4戦で、 完封勝利した岸士を中二日で、救援当板、この回を無失点で切り抜けると、5回表の平尾の本塁打で追加点を挙げる。その後も岸士が、最後まで投げ切りセーブが、通算成績をタイに持ち込んだ。高橋直は、日本シリーズ初黒星となった。11月9日巨人2から3セーブにし、西口、石井はじめ枠井星の S グラマン巨、内海。 西村健落ち、豊田勝、る、星野灰、落ちス、グラマン本類だ西、ボカチカ1号ソロ巨、坂本1号ソロ開始18時16分、有料入場者4万4737人、時間3時間20分オーダーセーブは、1回表に、1し2.3類とするも中島が、遊撃頃、中村が、右翼フライに倒れて得点ならず、 対する巨人は、1回裏1四万塁から、西口の冒頭で先制したが、亀井、李昌陽が凡退して、追加点ならず。2回裏には、坂本の本塁打で、追加点を挙げる。西部は、西口を3回表の打席で交代させ、系統に入り、5回表に、石井はじめの代打、ボカチカの本塁打で1点を返した。8回表に、 先頭打者片岡が支給で出塁した後投塁し、栗山のギ打で三塁に進むと、中島の三塁頃で、片岡が、ギャンブルスタートを切っており、三塁手小笠原の本塁への送球よりも先に生還指導点に、追いついた。この後に連続支給でチャンスを作ると、平尾の敵地打で勝ち越す。 9回表にも赤田の三塁打が飛び出し無視三塁となるが後が続かなかった。8回裏からは西武の守護神グラマンが当番2回を完璧に抑え、最後はラミレスを遊撃頃に抑えて4年ぶり13回目の日本一が決まった。西武は前進の西鉄時代の大巨人3連覇はすべて高楽園球場での胴上げだったが、 西部になってからの対巨人3度の日本一はすべて、西部球場での胴上げで、相手の本拠地である東京ドームでは初めての胴上げとなった。巨人は3勝3敗での第7戦は7度目、ビジターでの4度は3勝1敗だったが、本拠地での3度は1958年、1976年、この年と3度とも敗戦して、日本一を逃した。 その後2013年も3勝3敗で相手の本拠地での第7戦に敗れた。巨人の3勝3敗は8度で3勝5敗となった。巨人は先発西口から2点を奪ったが、石井はじめ、枠井などの先発投手陣のリリーフ起用の前では無安打であった。一方で西武はリリーフから2点を奪うなど、両チームのリリーフが大きな明暗を分けることになった。 第1戦、11月1日、第2戦、11月2日、第3戦、11月4日、第4戦、11月5日、第5戦、11月6日、第6戦、11月8日、第7戦、11月9日、第1戦、11月1日、第2戦、11月2日、第3戦、11月4日、第4戦、11月5日、第5戦、11月6日、 第6戦、11月8日、第7戦、11月9日、HBC ラジオは、北海道日本ハムファイターズが、東海ラジオは、中日ドラゴンズがおのの日本シリーズに、進出できなかったため、局の方針に基づき放送しなかった。NAC5 は、西部が、日本シリーズに進出したため、西部同様に4年ぶりのシリーズ中継となった。 NHK ワールドラジオ日本でも同時放送。第2戦以降も同様。ありがとうございます。